すまんなチャオス、俺は死ぬかもしれん。手を出そう。何をしている。早く逃げるんだ。なかなかの速さだ。行くぞ。なかなかの速さだ。行くぞ。俺のとっておき見せてやる。エジに持ちこたえられるのか。ここまでの力を持っていたとは。たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。放っておいても死にそうだがな、消してやる。孫悟空、おめえがせるか。一日待ってろ、必ずおめえをコテンパンに倒してみせる。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たなんて、冗談を言いに来たんじゃないだろうな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。本気にさせたいようだな、この私を。とっくに本気だと思っていたがな。そういうことなら遠慮なくやってくれ。ぐにゅ、なかなかやるじゃないか。バカめ、いいぞ、いけるぞ。はっ、一気に決着をつけてください。いいぞ、いけるぞ。そりゃ、バカめ、どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。僕の、貴様はベジータだろ。違うのか。違うな、俺はスーパーベジータだ。バカめ、何だと。貴様もこっ、こんなことがあってたまるか。さらにショックな事実を教えてやろう。あそこにトランクスというやつがいる。そいつも俺ほどではないが、近い実力を持っているぞ。私のパワーを味わうぞ。くらえ、
行くぞ。頑張ってください。頑張って。そうだ、がっかりさせやがって。押し抜けだ。無駄だ。すごい。私と戦った時はわざと弱く見せてたんだろうか。そんなことをする意味は何もない。何かがあったんだ、この数日の間に。スーパーベッド抜かる。ディア早い。何早い。これで貴様もおしまいだ。ファイナルフラッシュ。ディアどこなる。ディアどこだ。すごい戦いが繰り広げられている。そりゃ指揮者、完全体になれさえすればあんな奴ごと気に入る。貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。ドゥーだ、ベジータ、戦ってみたいんだろ。完全体になった私といいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。